中国で開催されている杭州アジア大会。卓球では日本勢の躍進も目立つ中、王国、中国は苦戦するシーンも目立った。特に女子ダブルスでは日本、インドに敗れてまさかのメダルなし。中国メディア、広廃新聞は、沈黙、そして沈黙。中国卓球女子ダブルスのメダルなしが決まった後、 とのタイトルで、9月30日の中国国内の衝撃と落胆ぶりを伝えている。画像、かわいい、ママも美人で素敵張本美和が母と大阪の名所を訪れたプライベートショット女子ダブルス準々決勝。中国のシングルス世界ランク1位と3位の孫英佐大番育組が15歳、張本美和、19歳、木原美優組と対戦。最強ペアは日本の2人に屈し、 1>, 1対3で敗れる波乱となった。さらに同2位のチーム同4位の大ゲイミチペアもインドに敗れ、女子ダブルスで中国はメダルなしというまさかの展開になった。「報廃新聞」は、同日はメダルが期待されていた他競技でも中国がメダルを逃したことを伝えながら、9月30日は中国代表団にとって番狂わせ続きの日だったが、最大の番狂わせは何といっても中国卓球の。 勝利が約束された2チームの立て続けの敗戦だったと記事に記した。記事では、アジア大会の女子ダブルスで中国がメダルを逃したのは初めてであり、金メダルを取れなかったのも2度だけだと紹介。筆者は、全く予想外のことで、と驚きを記し、大多数の記者にとって、世界チャンピオンを組み合わせた2組もある女子ダブルスペアが勝ち進むことはほぼ間違いないことであったため、当日、 メディア席も取材エリアも数日前の男女団体の試合の時とは異なり落ち着いたものだった。ところがことはそうした中で勃発したと中国報道陣の混乱ぶりも伝えた。試合後、中国の選手たちは取材に応じず通過したり取材エリアに姿を現さなかったりとショックが大きかった様子。4人の中で唯一取材に応じた大番育は 私と孫の意思の疎通に行き違いがあったと思います。技術的にも私たちの戦い方などを含めて明らかに問題がやはりあったと思います、と分析したという。この夜、中国卓球の沈黙はことのほか重く、深かった、と記された記事では、アジア大会はあくまで五輪前の中間試験のようなものに過ぎないと指摘。さらに、もう一つ、安心できる点がある。 オリンピック大会には女子ダブルスの種目はない、と締めくくっていた。ザ・アンサー編集部。